トレースオン。ここまでだ。引くぞ、キャスター。マスター。いいえ、セイバーは手負いです。あなたなら先ほどのように。二度通じる相手ではない。侮ったのは私の方だったな。あと一芸、手を凝らすべきだった。わかりましたわ、総一郎。ええ。サーヴァントである以上、マスターの命令には従わないといけませんものね。
やられた。いくらなんでも、こうなったらクズキは竜道寺から降りてこない。リン、忠告しますが、あの寺はサーヴァントにとって鬼門です。アーチャーを動員したところで、力押しでは勝機は薄い。私だって、あの山がどれぐらい変化ぐらいわかってる。悔しいからってすぐに追いかけたりしないし、あなたのマスターを強行策になんか巻き込まないわ。では、キャスターを撃つのは諦めると。冗談。やられっぱなしは性に合わないし、何よりキャスターは放っておけない。そのあたり、あなたのマスターも同意見だと思うけど。当たり前だ。いつまでもあの二人を放ってはおけない。キャスターは魔力集めをやめないだろうし、マスターであるクズキも止めないと言った。なら、二人を倒すだけだ。竜道寺にはアサシンもいるようだけど、キャスターのマスターであるクズキを倒せば、ことは済む。そうね。クズキ先生が、おとなしくレイジを聞かせてくれるとは思えないけど、とにかく取り押さえればなんとかなる。当面は、こっちも作戦を立てるしかないわけだけど。それより、エミヤ君。さっきのは何？あなたの魔術って強化だけじゃなかったの？黙ってないで答えなさいよ。前に言ったわよね。俺が使える魔術は強化だけだって。いや、そうだけど、初めにできたのが投影で、そっちは効率が悪いから教官にしろって教えられたんだ。あれ、こんなの言わなかったか、俺。言ってない。頭に来るぐらい聞いてない。じゃあ聞くけど、あなた投影魔術は今回が初めてじゃないのね。ああ、そうなるかな。教官の鍛錬に失敗した時、仕切り直すためによくやってた。でも、さっきみたいに役に立つものを投影できるわけじゃない。なんていうか、外見は似せられるけど、中身は空っぽだったんだ。中身は空っぽ？何？外観だけしか複製しないってこと？いや、ちゃんと中身も考えてはいるんだけど、うまくいかなかった。だから自分でも驚いてる。イメージしたものは本物には及ばないんだけど、さっきのは真に迫ってたからな。じゃあエミヤ君、あなたは強化より先に投影を習得したってこと？習得っていうより、それしかできなかったんだって。親父はそれじゃ何の役にも立たないから、目先を変えて強化にしろって。そうね、私でもきっとそうさせたわ。でもおかしな話よね。アーチャーの剣をあれだけ長時間複製できるくせに、普通のものは投影できない。属性が限られているのかな。汎用性はないけど、ある事柄に関してのみ優れた魔術師ってのもいるし。とりあえず今日は帰りましょう。セイバーも自己回復に魔力を使ったようだし、休ませてあげないと。今日の鍛錬はなしにしよう。セイバーも疲れてるだろ。あんなひどい傷を負ったんだしさ。
いいえ、私の方は問題ありません。回復のために魔力を消費しましたが、まだ十分に補えるレベルです。それよりシロ、あなたの方こそ体に異常はないのですか？ん？いや別に大丈夫だぞ。まだ手足が重いけど筋肉痛みたいなものだし、明日になれば楽になってるさ。わかりました。ですが、もし体が痛むようでしたら声をかけてください。ね、セイバーこそ何かあったら起こしてくれ。夜分に腹が減ったんなら夜食でも何でも作る。シロ、くれぐれも無理はしないように。そうだな、おとなしく寝るか。なんだ、本当に。